石川さんは自由にある程度動いてもらって関さんに設置してもらう。了解。はい。あ、ちょっとさんで基本的に壁で塞いでる逆の方はスローブが投げちゃいましょう。あ、俺今、俺に話が、俺に話が出てる。あ、これね、これね、これね。うん。ここにスローブね、うん。壁をこっちに抱くときは、スローブをあっちに投げちゃいましょう。あ、オッケー。こうで、あ、さっき入ってたみんな。いいっすね、いいっすね、いいっすね。こうでね、うん、オッケー。1個前入ってたよ。これ？オッケー。オッケー。あれ、ちょっとなんかあれだな。基本的にはもう、このマップもこれです。オッケー。で、ジャスパーさん、ちゃんとゲーム内でも目見て話してくれるんだ、こうやって。別にディスコで繋がってるから大丈夫だよ、そんな。加藤さんつってわざわざキャラクターの前に来て、そんな俺、電子の世界に生きてないから大丈夫だよ。普通にディスコだけで大丈夫ですよ。びっくりしちゃうから、うん、びっくりしちゃうから。そう、すげえ、ちゃんと目見てくれるからさ、こうやって。わざわざ来て。3人の方は、できるだけ中でもうがっつり守っちゃっていいです。入り口止める勢いで。で、二人の方は耐えるってイメージで。オッケーオッケーオッケー。ダサクさん、もうサイトの中で守っちゃいましょう。はい。で、スキルガンガン返して。ダサクさんか、ダイサクさんって言ったの。いや、そこは、おい、ちょっと待って、俺どっち行けばいい？ B、俺 B 行けばいいの？俺 B、B 行けばいい？俺 A。